青い宮崎、兵庫県出身です。最終学歴は中卒です。現在の職業は4月中に一般社団法人メイクスを立ち上げるための準備期間となっております。1000万円融資でお願いします。子供にとって職人や作家、アーティストが身近にいる環境、そして子供同士でも気軽に来られるような工房ギャラリーを開設します。 金属類とかを使わないでできる木組みの技術を知りまして素晴らしい技術を子どもたちにも伝えていきたいと思った次第でございますそれでは今回の事業プランについて簡単に教えてください、はい、子どもたちが気軽に来れるような工房ギャラリーを開設したいと思っています すごい <laughs> 簡単でいいんですけど、はい、うもうちょっともうちょっと言ってもらわないとそんな工房いっぱいありますよねみたいな話になっちゃうんで工房のオーナーあの木工職人であったり道具職人であったりとかあるんですけれどもそこの一つのギャラリーに対して一つの工房を作ります。兵庫県下ので活躍さされてる作家や職人さんの 作品を展示させていただく形になります。もう場所は決まってるんですか？三宮付近で。この家賃二十一万ってところですか。はい。おお。でそこに入る職人さんもあてがあるんですか？はい。どういうふうな売り上げが立ってどう回っていくんですか？これは。はい。ありがとうございます。工房のオーナーさんからだいたいその家賃の金額の三分の一を工房代として負担していただきます。で残りの三分の二をギャラリーを。 提供する形で一スペースごとに作家さんから料金をいただく形になります。なんかちょっと必要資金の打ち上げ見てるんですけど、はい、結構高いですよね。1500万ってなかなかするなと思ってて、それは思いました。はい、であとちょいこのホームページ制作費とかも EC サイトで100万円でまあなんかいろいろと。 ちょっっと大幅にも見積もってる感じですかこれって、でもあれですよね、経常運転資金が、はい、えと6ヶ月入っていて、450万円になってるんですけど、はいはい、これ、6ヶ月必要ってことは、じゃあ、このもう始めたときにずっと、もう、はい、例えばテナント、なんですか、ギャラリーも誰もいなかった状態を想定してるから、6ヶ月分必要ってイメージなんですかそうですね、あのギャラリーのスペースを全部埋めるために、私が各作家さんに交渉していきます。 なんか先ほど当てがあるって言われてたので、はい、当てがあるんであれば別にこれ必要ないよねっていう話にならないのかな、はいはい、あのですね、1メートルかける1メートルの大きさとかだとサイドテーブルとか椅子とかの大きさになってくるんですね。それで4万円になります。いやいやあ、そうなんです。それで8万円になりますいやいやそ。その値段は分かってるんですけど、はい、6ヶ月間全部の運営費を全部我々に負担してくださいって話なので、はい、6ヶ月間あの全く入ないこのブースが埋まらないって想定なのかなってお話をし。 分かった<あ>んですけど入ってくれるねって方がさっきいますっていう話だったので全部を埋めることはその小さい小物とかもあるので小さい小物とかだとそんな1メートル1メートルとかはいらないので例えば高さが 100×50 細かい数字は細かいこと言うわけじゃなくてちゃんと質問に答えた方がいいですよ あなたが、もうすでに当たりをつけている人がいますっておっしゃったわけですよね。はい、じゃあ、あその人たちが何人で、はい、具体的に。で、そこで売上がどのぐらい出すっていうことさえ言えば。はい、質問に対する答えになるじゃないですか。作品の大きさによって、価格が変わってくるので <laughs> いや、だから、そういうことじゃなくないですか。<laughs> まあ、わかりやすく言うと、じゃあ、今お声掛けしていて、はい、出したいって人がどれ、何人ぐらいいるんですか。六人います。あ、六人いるで、はい、じゃ、六人で、大体、はい、まあ、あの。まあ、六人ブース出せば、大体どれぐらいになるんですか。はい、ざっくり。 3ブースですね<あ>1メーートルブって一人で契約しなくてもいいってことなんですかそうなんですとりあえず3ブースぐらい埋まる話はお約束があるってことですね。で3ブースでいくらぐらいなんですか月に24万円になりますじゃあ80万円の中の24万円だから30%ぐらい埋まってるってことですかはいだってここに月別収支表の、ね、収支のところにブース料金で80万円って書いてあるでしょ、はい はい、でも、形状運転資金で75万 ×6 ヶ月って書いてあるってことは、はいはい、平井さんにしてみれば、はい、ゼロだからこうなのっていう話になっちゃうじゃないですか。はい、それともう一つ僕から言うと、はい、これ、入会金と年会費、正会員、準会員って、はい、えっと、月に1人しか入らないんですか正会員が1人と、準、はいはい、会員が1人しか入らないシミュレーションですかこれは、一月に。すいません。1人当たりとか、 でしょ、はい、なのにあなたは1人の分でで合計95万円ってて書いてあるんですよです、はい、こんな計算してるっていうのがちょっとこれから経営するのにあたってめちゃくちゃ心配なんですけど、はい、これで95万円ってめちゃくちゃおかしな話じゃないですか分かります僕の言ってること、はい、1>, 1人分ですよこれ、うん、1>, 1人しか入んないんですよ、はい、でな,なおかつ入会金これ2人に分けるなら入会金はせめて3万円かける2の3 6万円じゃないですか <laughs>、はい、これ大丈夫ですかこれでで本当に経営できますか 多分あんまり理解してなくて、うん、普通であれば一年間何人ぐらい会員いる予定ですか。百名を目指したいと思ってます。であれば多分百人分の計算をして十人で割るのが一月なんですよ。はい、ね、会費なんだから。はい、という話を多分岩井さんがしたいんですけど、はい、それができてないで一人ずつの計算を合計して一月の、はい、あの収支でこれが儲かりますよねってされたら誰もそんな数字納得しないですよねって話を理解しないと多分話が全く通じないという、はい、パートナーはいらっしゃいます。うん、この事業を一緒にやろうっていう人はいます。はい はいは一般社団法人ですので理事でえ私の娘ともう一人別で社長をされている方がで宮崎さんが一番指揮を取ってやられるんですね、はい、なるほど心配ですねこの数字の全てになんか根拠をあんまり感じなくなってきちゃうんですよね今の受け答えだと目標、はい、100人で今見込みが6名ってことですよねはい あと九十四名、四名をまあ年間で追いかけるっていう形になると思うんですけど、はいはい、そこはどうやって追いかけようというふうに思ってます。豊岡カバン、板橋折小野市のソロバン、神戸レザーというものも組合が開設されまして、またそこを B.T.O.B. のパートナーと一緒にやっていきたいと思ってます。で発生する。<laughs> えっと職人さんを多く加工われてるコミュニティがあるんですよね。はい、そのコミュニティの方にはこういうことやりますっていうのはプレゼントがされましたか。 はい、反応とかどうでした職人さんもこの3年間とても苦しい思いをしてこられたので例えば次にまたコロナのような緊急事態になった時ガラス張りで表に向けて展示をしようと思ってますので結論このプランに関しては共感をしてくれて是非 <laughs>、はい、とも何か協力したいって言ってくれてるっていう感じですかはい え職人さんにちんと聞きましたあ職人さんには、はい、木工作家をしている宮崎ですと言ってもネームバリューがないのでこのメイクスというネームバリューをこれから育てていきたいんですね。メイクスで展示させててもらってる誰誰ですといやいやそれは分かるんですけど、うん、質問は全然違って、はい、えとさっきの団体がやりますよね団体の人に話しましたよ、はい、それ話した時の相手の反応はどうでしたかってことを聞きたい,、はい、きたいだけです。 もし出すんやったら自分もお作品のさせてもらうよというそれはお金を払ってはい8万円って結構高いお金だと思うんです、うん、例えば晩秋織で小さい布のものを作っておられる方は1メートルいいらないですよねとりあえずじゃあ6人は確定してて、うんはい、その後も6人ぐらいでずっと回っていくイメージはできてるってことですかではい なんか僕話聞いてると、このメックスってブランドをもっと高めて、有名になればそこに出展したいってい人ってもちろん増えてくるわけじゃないですか。あ、そういうわけじゃない。それは兵庫県下の方のみです。なるほど。はい。えっと、<laughs> っ稲葉。あ、僕ですか稲葉。えっと、ちゃんとして。しシャットダウンさん。だあ、僕ですか稲葉、ちゃんとして。<laughs> 認知をどんどん高めてって、そこに出展する意義を高めたいのかなと思ったんですけど。高めたいです。高めたい。 じゃあ、それを高めるために、じゃ、どういうふうなことをやっていかれるんですか。手仕事の技術のすごさ、素晴らしさを伝えていきたいです。こうあの、子供たちに、ちょっと話がずれちゃうかなっていう感じですね。その話をし出すと。うんはい、子供たち向けの話より、僕たちなんか、収支をまず、安定できるのか問題が、はい、多分大事だと思うんですよ。だ、うん、か工房を、はい、とにかく引き続き、経営していくためには。 安定した収益がないと子供たちの居場所は結局作れないわけですよね。はい、そうですね。で、だからその件について結構質問してるんですけど、はい、なんだろうな、なんかあの事業プランが入ってこないんですよね。はい。どうやったらうまくいくんだろうかっていう想定を質問してても入っ、はい、帰ってこないんで、はい。ななんだろうな不思議だなって感じです今。はい、うん、ほんまにやりたいかなって誰かに言わされてる感じするんですもんずっと。なんかうん、そうなんですか。 これを事業プランを一番理解してるのは、葵宮崎さんのはずなんですけど、はい、僕たちは葵宮崎さんに、はい、あの質問しても全く意味がわからない状況なんですよ。なんかこの事業はこういうことだからうまくいきますみたいな。私にとってのこういう武器があるからでもいいですし。今、全部追い風が吹いてると思ます追い風 <laughs> <laughs> 例えばですね。はい。どういう追い風か。はい。はい、地方創生。<laughs> <laughs> はい。空き家活用とか。 あの人口が少なくなってる台にとって、何とかしてその住民を増やすことと。そこで子育てをしてほしいということが。これでも別にあまり子供関係ないですよね。はい、基本的にはだってギャラリーから儲けるわけですから。はい。職人さんからお金を取りたいわけですよね。うんうん、子供全然関係なくないですか。子供に伝えたいんですよね。で、あのワークショップとか、いろんなことをして、子供たちが気軽に来れるような状況を作りたいんです。なぜ。 次期技術を伝え残すためです。うん。でも違う技術を今養っている子供たちっていっぱいいると思うんですよね。プログラミングだったりとか。僕は別にそれでもいいと思うんですよ。時代の変化に合わせて。やっぱりもう今は木こりがいるあの働ける時代ではないので。はい。だから林業が活発なのはご存知ですか。カウンターカウンターさんカウンター。おっきりさん。あで林業はそれですみません。 林業が活発でこの事業には何が関係あるんですか兵庫県ってほとんど山なんですねで、干ばつ材が毎年ものすごく出るんです林業が活発になってメリットがあるわけでもないしそこはどう関係あるんですか今のお話ってすみません私木工が好きで最初そこから始めたので <laughs> 木工のことならお話しさせていただけるんですけど干ばつ材をなんとか資源として使ってこの事業から何も関係ないんですけど干ばつ材の話 木工オーナーになっていただいたときに。木工オーナーの話、どこにも出てこないですけど。工房のオーナーですね。工房のオーナーはい。工房のオーナーからも家賃微収するんですよ。都会でやりたいけど、移住してまではできない、その、環境とか立場によって、<れ>という方でもできること。<laughs> なんわかりますか、すね、視聴者は。いや、多分全くわかんない,と思いますわかんないですよね。はい、え、もう、ここまで来ても全くわからん。マジで。けど、それはね、 虎の聞き方も悪いかなと思いますよ。宮崎さんは、その、アーティストですから。その、さっきからね、平出さんが喋って、それをまたみんなが被せて被せて言うから、多分宮崎さんはそういうの不得意な方だから。それはね、多分全員理解してるんですけど。そう。だから質問をシンプルにして、一定のやり取りをしてから、他の社長が話し始めないと、 なかなか理解はできないんじゃないかなと僕は聞いてて思ってましたここまで一言も喋ってないのに僕たちのせいにしてる林さん <laughs> じゃあお願いしますいや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 でもこのレベルで収支計画も、はい、このレベルでちょっと令和のそれ出てくるっていうのはちょっとやっぱり考えた方がいい話だと思います僕は、はい、やっぱり我々も時間あるんですよ志願者いっぱい応募来ていてやっぱ他の志願者にも失礼ですよやっぱりこのレベルだとはい 得得意不得意不があるんですよただその「得意不得意」のレベルを超えてると思うんですね今回の場合さすがに。じゃあプランをちゃんと話せる人と一緒に来てほしかったなっていう感じですね。はい、宮崎さんは、まあ、アーティストでそういう話が不向きなのかもしれないはい。そういうこういうことを喋れる人と一緒に来てほしかったですね。多分深くご自身でで考えているる感じはするんですんけど この議論の中で言うと、なんか伝わりきれてないというか、多分本当にパートナーの人とかが必要なんだろうなとすごく感じてますね。税理士さんをずっと探してるんです。税理士さんを。はい。その、私もそのもう見られたままなんですけど、数字苦手なんで。違う。多分違うんですよ。税理士じゃないです。税理士さんは税税務はわかるんですけど、ビジネス全体の把握はしないと思うんですよ。はい。はい。あくまで納税の手助けなんです。はい。 アドバイザーでではないいんんすよね、税理士さんというのは将来的にこれを非営利型の一般社団法人公益法人に持っていってその次の世代に譲りたいんです私は。なのでその前に、はい、この社団法人がうまくいくためにはっていうところがめっちゃ聞きたいです。 税理士さんなんです面白い面白いおきそなっちゃった面白くて今の回答は税理士もしくはアイステップが正解今のは良かったバチバチ僕の意見がすると僕はこのブースとかこのギャラリーをいっぱいにしてくれる広報オーナーと職人さんが一番大事だと思いますどうでしょうか そうです。ちょっとちょっと進んだ方がいいじゃない。えでも一番大事なのは？はい。一番大事なのは？技術継承です。そこは税理士じゃないですね。いや良かった良か私も変わり者ですか？え？変わり者まあまあ変わり者ではありますね。はい。宮崎さんが一番得意なアートって何なんですか？これ結局今なんかいろんなこと書いてあるんですけど一番 これだけはもう負けないみたいなのって何かありますか木組の作品ですね作品あ、だからかそれをなんかアピールしてもらった方がなんかもっと伝わったかなって感じはするんですけどね木組はやってたってねおっしゃってましたもんね、うんはい、最初は、うん、でも一番のテーマは自分が持たれてる技術を将来の子供たちとかに やっぱり引き継いていきたいとか伝承していきたいみたいなのが一番強いんですか、はい。そうです。根本私はもうこのことしか知らないんですけども、革の比較製品であったり、絹織りの布製品であったりとか、そういういろんなものが兵庫県下にはたくさんありますので、れそれを伝えたい。はい。でも気味を伝えたいんですよね。私は,木は私は気味を伝えたいです。でそれだけやればよくないですか。なんか他の人のこと構まってる暇ない状況じゃないかなと思うんですけど。うん。そうなんですけど。はい。 私がやりたいのは木工なんですけども、同じように思ってる豊岡鞄の職人さんもいらっしゃるんですね。熱意だけは同じなんですけど、ただ私は木工がしたいだからね。やっぱねやり取りになってないんですよ。こちら側からは他にかまってる必要ないんじゃないですか？うん、あなたのことで精一杯じゃないですか？って言ってるんですが、うん、あなたの答えは、はい、みんな私と同じ熱意があるんですよ。って言うから答えになってないんですね。うん、そういうなんか夢を。 ならば、うん、自分のお金でやれるんだったらやったらええんちゃいますのっていう冷たいでいできなくなくっっちゃうんすすよよね、はい、だって人様のお金1000万借りに来てるんですよ今日、はい、それで自分が何かこうまるで偽善者のようにこ「この私の地域にはこんな素敵な人たちがいて、うん、こんな熱情を持ってるから私やりたいんですよ」っていうことだけ言って収支もくちゃくちゃで皆さんに返す根拠も言えなくて。はい どうやって皆さんお金出そうと思うんですかねこれそうですねこれでも元本を保証させていただきますって書いてあるってことは、はい、何か元本を保証できる裏付けがあるんですか私の個人でやっている仕事で必ずお返しさせていただきたいと思っています委託業務を家ででしてますのそれは何としてでも返したいと思ってます そんな小さなお金じゃないんちゃいます一千万って。そうですね。うん、だからそんなあの口から出まかせ言っちゃダメですよ。気持ちではダメですか。ダメですね。うん。うん、ダメじゃないですか。気持ちでじゃあお金借りるときに私返す気持ちだけは絶対ありますから貸してさいって言ったらお金借りれますかね。無理ですね。無理ですよね。はい、そうです、ね。あ、そういうこと言ってるだけです。うん、僕は。そうですよね。はい。 いやだって個人の方にとって1000万って大きいっすよ、はい、軽くタイガーファンディングに出てきて1000万くださいって言いますけどめちゃめちゃ大きい金ですよ、はい、軽んじてませんか軽んじてませんいや軽んじてないならもうちょっと彼らが説得ねされるようなことを言ったり作ったりしてくださいよ、はい、私は子供たちが自立することが私にとっての子育ての完了。 だと思って今まで,してきたので子どもたちが自立した今は私が今から全力で確かに内容の薄いプレゼントも言えないようなプレゼンだったかもしれませんけれども私はこれを死ぬまで何とかして一人でも多く育てていきたいし伝えていきたいと思っています。思いいは伝わりましたねうんすご,すごい 子供たちが手離れして、まあ宮崎さんがこれから自分の人生生きようねっていうのはすごい賛成なんですけど、やっぱこの事業計画書レベルで、やっぱ自分で経営しちゃいけないと思います。だったらなんかやっぱり誰か協力者を仰いで、ちゃんと宮崎さんのやりたいことを実現してくれるパートナーをきちんと見つけないと、はい、だってこれ本当に1000万円借りて、返しますって言って、それだけ返せなかったら責任重いじゃないですか。そこをちゃんと考えたら、やっぱこの事業計画書を作ってる限りは、 絶対だからやっぱりこれを本当に実現して一緒に実現したいっていうパートナーをまず見つけるのが一番最初かなと思います、はい、だとしたらじゃないとこれ一人でこれやったら本当誰が見ても不安すぎますよはいなるほどねなるほどあそこに結びついたわけねなるほど林さん起きましたよ今あ起きた税理士は面白いんだよな <laughs> <laughs> そこで税理士なんだよな。<laughs> そこで税理士 <laughs> でその信頼できる税理士さん、そこ、その細かい、本当に細かい部分なんですよね、税理士さんの中で。本当にやめた方がいい、経営を。ここで税理士さんっていうのはさ、笑いは取れたかもわかんないけど、そんなもの、税理士が優秀な人間いたら経営できなんだったら誰でも頼んでるでしょ、そんなもの。だから。バカじゃないの。だからだ無理なんです、今。 その経験をしたことのない税理士さんが見つけられて。そうじゃなくて、どんなに優秀な税理士があなたの横にいたって、その税理士がいたらあなたがこのビジネス成功するって言ってる、思ってることが、もうトンチン感でンスーパーバカなんだよ <laughs> そのスーパーバカな部分をだから教えていただきたいんです。頼むから言うこと聞いて、平井さんと俺はもう経営するのやめろって言ってからさ、やめろよ、経営するの。<laughs> 本当に。 あんた地獄生かしたくないから言ってんだよでも無理なんですよすみません何が無理だのいい粘り強さ何が無理だ結果を見てないのにじゃあその結果がダメだった時に1,000万の借金を背負った母親を、はい、あなたの,弟あの息子と娘はどうやって見るのよで1,000万人から金借りてその借金を返済で苦労してる母親を見て息子や娘はどう思うんだよ それは娘たちには言いません言いませんけどこれ <laughs> 配信されてるやないかこれはい今は配信されてますけれどもじゃあ今回1000万借りますとただ連帯保証で息子さんと娘さんつけられますか1000万のはいえ息子さんと娘さんもきょあの賛成すると思いますか私たち連帯保証しするよって言えると思いますそれは分かりません <laughs> <laughs> 私保証人にはなるなってずっと言ってきてたので。そうだそうですよね。はい、保証人にはな,るなって言って、ね、じゃあまあまだ保証人にはな,ならせるとする。私が絶対返す。だからつけるって言ってるんでしょうね。うん。もう堂々巡りですよ。もうこんなん答え出なくないですか。あのなんかこれ以上にお話しして何か導きます？どうします？こんなもんでいいんじゃないでしょうかいや。ここまでの時間の中で皆さん判断をしていただくしかないですよね。よろしいですか？ 僕が叫んだ全カットよ、今日。いくら面白くて使おうよ。使おうよ。やだ。<laughs> ノーカット版でお願いします。絶対使おう。一本なんでプレミアはいい。さんのぶチギれに、それでも私がやらなきゃっていうのがすごいね。すごい。うん